はい、どうも、佐久間優吾です。本日もここ千葉県旭市 JR 干潟駅から徒歩30秒ほどにございます、手作りアクセサリーのお店ラスタ、こちらから配信しております。本日も人生に役立つ情報を配信、教えることはできませんが共に学んでいきましょう。今日のお題を早速読んでいきます。本日のお題は、あなたは運がいい。こちらを今から初めて読んでインプットしながらアウトプットしていきます。私は運が悪い、自分には運がない、時々そんな言葉を聞くことがあります。これまでの人生を振り返り、運の悪い出来事が目立つと自分は運のない人間と思うかもしれません。しかしちょっと待ってください。運とは何でしょうか。辞書で引くと、運とは人の力ではどうにもならない巡り合わせとあります。運はあくまで運です。人の力の及ばない不思議な成り行きに過ぎません。ですから自分は運が悪いというもの、ただの偶然、科学的根拠のなく気のせいです。不幸な出来事は幸せな出来事より記憶に残りやすいので目立っているだけです。運がないと思い込んでいるとますます運を逃します。ではどうするか。私は運が悪いではなく、私は運がいいと言いましょう。理由は必要ありません。そもそも運とは人の力ではどうにもならない巡り合わせですから、自分で自由に決めていい。自分が私は運がいいと言い切った瞬間から、あなたは運がいい雰囲気が出始めます。辛い出来事があったとしても、私は運がいいと言い切りましょう。運がいいと言えば成長の糧を見つけられます。辛い出来事のおかげで改善点が分かり、成長ができれば成果として運がいいと考えられます。では今から私は運がいいと、運がいいを口癖にしましょう。どんな時でも私も運がいいと言い切る習慣を持ちます。あなたは運がいいのです。今日の格言、どんな時でも自分は運がいいと言い切る習慣を持つ。うん、確かにね、まあ、引き寄せの法則みたいな感じもありますね。もう自分が思った通りの目に見えない力が働いて引き寄せる。自分が暗い、ああダメだとかって気持ちが落ち込んでいくと、だんだんもう体にも現れて、表情にも現れて、だんだん運気が悪くなってくる。うん、だから心の中も発する言葉も全てポジティブな、前向きなことを言う、考えるという習慣を持つということを心がけたいですね。うん、勉強になりました。ぜひチャンネル登録とコメントの方もお待ちしております。返信は絶対しますので、お気軽によろしくお願いします。ネット上だけのコミュニケーションしましょう。ということで本日はこの辺でドローン。